株式会社佐賀テレビ、佐賀テレビジョンステーション仕様、リミテッドは、佐賀県を放送対象地域とするテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は、佐賀 TV、STS、富士テレビジョン系列。コールサインは、女ュ DTV。系列新聞は、ブロック紙の西日本新聞と地方紙の佐賀新聞。主要株主は、 九州電力、テレビ西日本ほか、隣県の福岡県にあるテレビ西日本に続く、九州では2番目のフジテレビ系、マストバイ局として開局し、番組編成は開局以来一貫して、フジテレビ系列の番組が中心となっている。また、福岡県のテレビ、東京系列局の TV9 九州放送、TBS 系列局の RKB 毎日放送に、次いで、福岡。 佐賀の民放における独立局アニメのネット局になることが多い。同時開局した熊本県のテレビ、熊本や長崎県のテレビ長崎がクロスネットであったことから、開局当初は両県における富士テレビ系列を保管する役割もあった。また、福岡県でも筑後地方を中心にテレビ西日本では差し替えられているフジテレビ系列の番組を見る手段として重宝されている。 ロゴマークは2015年1月1日にサンゲイ TV と新しいものに変更されている。この文字はグリッドの集合体により構成され、一つ一つのグリッドには佐賀県内の地域や人々の夢や思いが詰まっている。ブランドカラーは人々や地域の活力で明るい未来の輝きの佐賀のサンシャインイエローと力強い意志や存在感で確かな信頼力の TV の 黒の二色で構成されている。1969年の開局から2014年末まで略称の STS を小文字化した STS はつなぎ文字で、佐賀テレビの部分は核ゴシックになっていた。現在では、社機などで使われる程度、企業、団体は当時の名称。出典、 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日新聞のテレビ欄では佐賀新聞、西日本新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞では NHK の次に載せているのに対し日本経済新聞と産経新聞はハーフサイズで載せている G ガイドは本来は 各地の TBS テレビ系列局がホスト局になっているが、本局は佐賀県唯一の地元民放テレビ局のため、本局がデジタル G ガイドの番組データの配信を行っている。配信するデータは原則として NHK 佐賀放送局と本局のものに限定。なお、かつてのアナログ G ガイドの番組データの配信は TBS テレビ系列局の RKB 毎日。 放送が対応していた。フジテレビ系列のリモコンキー ID 地図、リモコンキー ID は3を使用する。原則として、大多数のフジテレビ系列局で使用される8は使われず、受信エリアが重複する福岡県のテレビ西日本が8を使用したため、本局は在復民放が使用しない ID を割り当てられた。さらにフジテレビ系列のフルネット局でリモコンキー ID、 八を使用しないつぼねは、当局と中京広域圏の東海テレビの2局だけで、ある。デジタル放送の親局は、九千部山にある、トスアナログ中継局と同じ位置に設定された。親局の物理チャンネルは 44CH で、各中継局も、同一に設定されている。ただし、地上デジタル放送が受信できる世帯では、福岡県、長崎県、熊本県では、 地元局が本局と同じ3を使用しているため31.032の後に枝番がつく。本社からの STL を受信して送信するのは佐賀本社送信書と今利機関中継書のみで他はこの2局から中継されている。佐賀インターナショナルバルーンフェスタ及び有田東旗市のイベント会場において期間中佐賀テレビ本放送とは別にワンセグ限定で会場内で 受信可能なチャンネルを放送したことがある。法的にはエリア放送に該当するが、実質はイベント放送局の範中に入る。直接受信可能なエリアは、佐賀県全域と福岡県、長崎県、熊本県、大分県の一部地域。穴穴変換により、今里が 37CH になった。なお、竹岡美6、山と川上、木山園部。 木山宮脇、木山木戸、唐津港、呼ぶ子電の裏の各中継局については、STS デジタル中継局の地局予定がなく、2011年7月24日のアナログ派定派をもって運用を終了し、STS 中継局は廃局となった。福岡県久留米市の CRCC メディアが区域外再放送をしている。ただし、トス市、ハッピトスビジョンの リモコンキー ID は3。同系列のテレビ西日本も再放送している。本社1階にあり、情報番組用セットとニュース用セットが設置され、定時ニュース以外のすべての番組で使用されている。また、報道部内に顔出しブースが設置され、主に定時ニュースで使用されている。報道情報、ワイドショードラマミランバ君共用。 ドキュメンタリー自己批評番組スポーツ現在、放送中の多系列ネット、番組自社制作番組 FNS 系列制作などの、遅れネット番組多系列ネット、日本テレビ系列テレビ朝日系列、TBS 系列テレビ、東京系列他その他スポーツ、中継男性女性社員 AB 長方形に、佐賀の部分はサンシャインイエローに黒文字、TB の部分は黒に白文字となっている。 佐賀テレビでは、ブランドマークとしている。ブランドマーク変更のお知らせ佐賀テレビ。佐賀テレビに、ジョナイスクエアカフェとショップ、地域との新たな接点に。佐賀経済新聞。https コロンスラッシュスラッシュサーガ .keiza.biz スラッシュヘッドラインスラッシュ332スラッシュ2018年11月28日閲覧。日本民間放送連盟。 日本民間放送年間2015貢献出版2015年11月20日434ページ日本民間放送連盟日本放送年間78広文社1978年12月315ページ日本民間放送連盟日本民間放送年間92貢献出版1992年11月427ページ 日本民間放送連盟、日本民間放送年間2003貢献出版、2003年11月、458ページ。九州、山口と北海道のテレビ欄表記は、アナログ時代から略称曲名表記が慣例であったが、同地域において曲名のみの表記とするのは、佐賀テレビが初の事例となる。ただし、長崎新聞など一部の新聞では、 STS 佐賀テレビの表記のままである。このような TBS テレビ系列局が存在しない地域での系列外による G ガイドの番組データの配信を行っているツボネはこちらの項を参照。エリア外ではあるもののアナログでは多くの地域でアンテナ受信が可能だったため本来の系列としてこのようなかつて別の地域の TBS テレビ系列局が 同系列局が存在しない地域へのアナログ G ガイドの番組データの配信を対応していたツボネはこちらの項を参照。番組表ではこのように表記されているが実際には解体せずライブニュースデーズとして放送されている。土曜スペシャルは TVQ 九州放送ではミネト。この番組の放送当時第3日曜以外はポケットモンスターを放送していた。 第111話までの放送で打ち切り、時点では約7ヶ月遅れだった。TVQ 吸収放送で視聴可能な場合がある。ABCNHK ウィークリーステラ全国アナウンサー名鑑。ありがとうございます。